はいどうも原口と申します。よろしくします。本日はですね、エアマックス BW の OG カラーが発売されるということで原宿に来ておりますけれども、ここですね、表参道ブルー店アトモスさんのねお店に狙ってきてるんですけども、先着販売通常販売ということで、来てるんですけども、おやおや先客がお一人いますね。おっさん、うん、朝早いじゃないですか。ちょっともう10時ですかね。社会も稼働しますよ。稼働するか。お疲れ様です。いや来ましたね。来ましたよ。荷物が。ああね。はい。そうなんですよ。アトモス店頭やるみたいで。いやーよかったですね。誰もいないですね。誰もいないでしょ。いやでもスニーカーズ売り切れてましたよ。どうなんですか、まあ、売り切れ、まあ、びっくりしましたけどね、僕もさっき見ましたけど。あ、じゃあもう BW 狙いで、荒木さん。いや、原地狙いです。まさか。BW っつったらやっぱもうね。ああ、本当ですか。もうやっぱり GK さんのね。まさか同じ店だと思うな。ねえ。いや、ありがとうございます。まず、会えて嬉しいです。あ、驚きます。まさか来ると思わなくて。あれ？え？これまさか。あ、これですか。いいんですか、これも拾っていただいてありがとうございます。対抗しちゃっていいですか。いや、まあ全然全然、これまあ、サンプルなんですけど。あ、サンプルですね。サンプルです、サンプルです。え、今日何時から来てるの。あ、ついさっき来ました。10時前、ちょっと前ぐらい。あ、ついさっき。あ、僕もある意味 YouTube やってるんで。いや、そうですよね。せっかくだからね、並んでみようかななんて。あ、久々に、しかもアトモスに。いや、本当そうですよね。うん、アトモスに並んだろうかなって。大丈夫ですか、その辺は。大丈夫ですか。大丈夫じゃないですか。もうお客さんなんで。いや、そうだね、うん、僕、うん、本当数年ぶりにこういう、あ、オープン前に並びっていうのを経験してるんですよ。あ、提供する側だったわけじゃないですか。はいはいはい。だからちょっと面白いなと思って、はいはいはい、来てみたんですけど。いや、そうですよね、確かに。なんかどうですか。いや、あのね、恥ずかしいっすね、なんか。確かに古巣にこうね。そう、もうそうですし、だってまさに俺このお店で GK さんにさばいてもらった記憶ありますもん。え、何を。何でしょうね、多分動画やる前とかだった。あ、本当っすか、はい、やっぱ向こうの今はなきゃ明治通りの本店でしょ。はい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 。あれはね、覚えてるんですよ、タクマンさんのね。そうそうそう。今野さんその時言いました。いや、今野は外れて、その今野の分でタクマさんにサインを書いてくれて今野が言ったんですけど、はい、やっぱその虫後ろが結構やっぱいるじゃないですか。あ、まあ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 、まあ、何百人もすごかったっすね。そうですよね。なんでちょっと気が小さいもんだよ、やっぱその頼めないっていう。すごい体大きいのに。気がね、小さい。気が小さいですか。もう身の心臓と言われたんですよ。ちっちゃいな。だいぶちっちゃいですね。そういう例えもありますけど。ちっちゃいな。早いな。何が早い。速射砲のようにいきますね。でも普通にかっこいいですよね、だってね。いや、あんなん、いや、あんなん買わないと思う。まあ、そうね、それももはやおじさんの意見って言われるかもしれないですけど、でもだってね、まあ、エアマックス ど直撃世代ですかね。もうね、だし僕が初めて買ったエアマックスで、ある意味個人的な思い入れもあるし。そうですよね。あと、すみません、僕ずっとイヤホンしながら話してましたけど、全く何も音がついてない。ごめんなさい、なんか失礼だったら。外の音をクリーンに聞こえるっていう逆のイヤホン。ちょっと今今度はですね、なんか遅刻してんのか、なんかちょっとさ、何か仕事手って入っちゃったんで。あ、こんな朝から仕事するんですか。なんかね、言い訳なのかもしれないですけどね、もしかしたら。寝坊という言い訳で、もしかしたら。今度僕もそれ使ってみます。寝坊しそうだったら、すみません、ちょっと仕事入っちゃって。すいません。仕事がね、そんな入るわけないですよ、うち。もう言っちゃってるじゃん。急遽。完全勘ぐってるじゃないですか。そんな入るわけないですよ。勘ぐりがすごいな。そうですね、これ。買ったやつですね、この前。あ、そうです、そうです、そうです。販売しちゃってるんですよ。こういう時にね、エアマックス入ってくればいいんですよ。逆に入ってこないですね、もう。いかんせん、暑くてね。ビームスとロックスと。ビームスピーと。あれ、バルってあれ、バランス病じゃないですか。え？スニアカ男子。店内に今、呼ばれました。あ、そういうのもダメですか。中ってちょっと撮ってみたら。あ、全然。あ、そうなんですね。はい。ラブ。めちゃくちゃ涼しいですね。店内撮っていいってことが聞こえましたので。
ここに並ぶ、すごいすごいですね、新鮮だわ。すごい、あのヒゲがあった時はね、やっぱ、あ、そう、そのこの時に行った時はヒゲがありましたね。ヒゲはなんで来ちゃったんですか。持ってねえかな。さあ、ということで、あれ、ちょっと待って待って待って、今まだ11時になってないですけど、多分もうオープンしてますね。ほら、オープンしてます。26で、はい、いいですか。あ、そうです。OG のほど29を、はい、あ、はい、あの29センチです、はい、返品と交換ができませんので、状態の確認お願いします、はいはい、大丈夫です。はい、はい、はい、ありがとうございます。出ためちゃくちゃギリギリ、遅ないですか。どうでしょうか。あ、こっち側か。ややこしいって考えるか。子供のように走りだって。いや、もうこれはあ、ついた、もちろんですよ。ましたもちろん買いますよ。いや、嬉しいですね。これやっぱ箱が長いのは当時の仕様ですか。ビーダムの仕様ですか。いや、これ違うんじゃないですか。まあ、このこんな長い箱は、まあオリジナルに近づけてると思うけど、こんな正直こんな大きくなかった、ね、そんな感じするっす。もっと細かったっす、うん、昔のやつってこの全部が細かったから、もっともう結構靴ギュッてしてました。90のなんか空割りがめっちゃあった時の、うん、去年一昨年ぐらいにズバーってすっげえ潰れたまんまで箱で来たやつみたいな、まあ、そういう感じのイメージです。なるほど。ここちょっと展開するのあれですけど、はい、一応持ってきたんですか。あ、昔ですか。26、あ、16のやつでも、メッシュがね、多分違うんですよね、多分。あー、確かに。まあ、その時の素材がね、はい、出るっていうのがまた復刻の良さだったりするんで、ね、あー、本当だ、そうなんですよ。で、あとやっぱこのタンの部分の色がちょっと多かったりとか、確かにエンボス味がちょっと気持ち違う気もします。はいはいはい。であとシュッとしてるですね、やっぱり、うんうんうん、まあ履いてるからかもしれないですけど、もっとちょっとシャープになってる、はい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 、感じかな。なんかこっちの方がよりスポーティーに見えますね。うん、そうですね。メッシュの感じが、まあ、すげー。ここはね、BW の難点なんですよね。すごい虫が、虫じゃねえよ。あ、すごい虫が、あ、すごい、俺も来た。うわ、来た、やばい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 、30超えてるでしょ。やばい、やばい、怖っ。30超えて虫がこんな怖がる。スニアカ男子、これでもあれですね、インソールの裏マックスパンツ同じかも。あ、ちょっとで取りてきました。全然全然、あ、ほんと多分同じっすよ。確かに確かに。まあ言うてこれちょっと原地とあれしてるからあれなんですけど、でもマックスパンツ基本これなはずなんですよ。あ、そうなんですね。ちょっと一緒だ。アーチサポートがついてるかついてないかで、そうですね、つけられる見込みがあるかどうかみたいな。まあ、やっぱこの昔のカラーリングが復刻ってなると、やっぱおじさんみんな買いたがるんで。いや、本当に。若い子には確かにウケないかもしれないですね。特にこう今ってローテクが流行っちゃってるから。あ、いや、間違いない。それはそうですね。ハイテクをね、ずっとこう追ってた人たちはおってなるかもしれないですけど、はい、ローテク好き、特にダンク好きとかは興味ないんだろうな。うん、そうですね。値上げ傾向あるかもしれないですね。良かったです。いや、やっぱね、ちょっと不安だったんですよ、正直。まあ復刻するであろうとは思ってたんですけど、いかんせん5年前 の、 あの動き、その僕もまだその時アトマスがいなかったんですけど、はいはい、いろいろあのコンシューマー目線とか、はいはい、目線で見てたんですけど、これ売れ残んだみたいな。あ、その時売れ残ったんですか。売れ残ってて、はいはいはい、アウトレットとか、はいはい、出てたっていうお話も、はいはい、どうなんだかから聞いてたんで、はいはいはい、あ、そんな感じだと思ってて、言ったらやっぱりそのビジネスじゃないですか、ナイツさん。まあ、だから、はいはい、もしかしたら唾液今回やるの、まあ、前回のがあるから出さないんじゃないかっていう、出したところでもう正直めちゃくちゃ数絞ってんじゃないのかなとか、うんうんうん、やっぱりあの蓋開けたらアトモスとナイツさんとでしかやらないとか、うんうん、反論現在でありましたからね、うん、ちょっと不安はありましたけど、そこに変えてよかった。いや、本当っすよ。あれっすか、なんか紫と青みがかってきてますね。なんかね、そんなことないっすよ。そうみたいな。なんか昔は確実に黒白紫表記あったんですよ。はい、あ、はい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 、紫感ねえんだよ。いや、そうなんですよね。まあ、でもどっちかと紫よりっていう、いや、まあ
青か紫かって言われたら紫なんだけど、こう比べたら間違いなかったもんね。あ、本当だ。やっぱそうっすね。だから青みがかってるんじゃないですか、今回。そうそうそう。僕もある意味 YouTube やらせていただいた中で、まあ僕ももちろん知り合いの YouTuber さんもまあまあいるわけなんですけど、はい、いろんな人と絡みたいっていう言い方しちゃ誰かもしれないけど、やっぱそういうのあるんですよ。あ、でもいっぱいいろんな人とやっぱ変な話仲良くしてた方がやっぱ楽っすよ。そうなんです、本当に。だからそれこそね、先ほどお話しましたけど、原口さんが来た時にもうすっげえめっちゃ1時間待たなきゃいけないのがこの炎天下の中と思ったんですけど、話してても30分できないから。そうそう。いや、すげえ楽しかったな。そうそうそう。ずっと撮ってるんですよ。あ、そうなんすか。マンツーマンディフェンスで。ずっと。あ、黒もね。そうか、5分しか買ってないですね。そうなんですよ、これはね。いや、これね、美食なんですよね。いや、俺これかっこいいなってことですよね。いや、マジかっこいい、これ。これもかっこいいな。いや、俺ね、ちょっと後じわしそうな感じなんだよ、ちょっと買っちゃう、これ今どんぐらい欲しいの。え、何パーセントぐらい欲しいの。まあ、12%ぐらいかな。全然いらねえじゃん。いじっとな、全然いらねえじゃん。全く響いてないじゃん。俺のブランドいったな。もうカメラ回るとあれだけど、ちょっと臭くなるんだよ。散々やったんだけど、これね、散々練習したんだけどね。ということで、ジェイケンさんでした。はい、ありがとうございました。また会うか。マックスで一緒に並びいきましょうよ、ね、ぜひぜひ。なんかどうせなら抽選行きたかったですね。あ、確かに。よろしいですね。いつまたタイミングがあれば、はいはい、ご一緒できる。よろしくお願いします。ありがとうございます。ゆきさんね、出た出た、 BW ね、はい、会えたってことで。よろしくね。まだね、もしかしたらね、あんま早く出せ、もういいよ。バイバイチー、出た出た、ボヨヨンとね、初めて聞けた。嬉しい。あんま嬉しくないっすよ。いえ、ゆきさんでした。ありがとうございました。それ高かった。あ、ダメだ、ダメだ。 あれだけなんかダメでしょ。なんかダメじゃないですか。あ、これいいっすか、普通に買ったっすよ。それ以外は、そうそう、普通にあそこで何着も買ってるもんね。そうそう。あ、そうなんだ。だから、よく買いましたね。4着ぐらい買ってるからさ、ね、あ、じゃあ、ありがとうございます。もう一銭もないですよ。フルスなんで。もう一銭もないですよ。ありがとうございます。もう身に染みてんじゃない。すいません、すいません。